おかえりなさい。待っていたんです。ずいぶん長い旅でしたけど、明日で最後なんですね。私たち明日別の世界に行くんですね。私怖いんです。いえ、それは生きて帰れるかどうかがわからないからじゃないんです。死ぬかもしれないからじゃないんです。この旅が終わってしまうのが怖いんです。あなたと一緒にいられなくなるのが怖いんです。今夜は自分の部屋に戻りたくない。今夜はずっとあなたといたい。あなたの思い出になりたいの。この旅が終わってもあなたの心の中で生きていられるから。私のこと好きですか？私は好き。Thank you.
その勇者の証は。お待ちしておりました、勇者様。いいえ、私は姉のパコと申します。私はこの世界の元女王ゆえ、この世界を離れられません。ゆえに、妹を呼びにやらせました。妹から、いくらか聞き及んでいらっしゃるとは思いますが、勇者様をお呼びした事情をご説明いたしますわ。存じております。星の涙はアルカロイド成分を多量に含む植物なので、医療用として私たち王族が直接管理しておりました。栽培地自体がエルギン城の中にありました。ですが、悪魔が全て収穫してしまったようです。あとは悪魔自身に問いただすしかないようです。よろしくお願いいたします、勇者様。非力な女王で申し訳ありません。体力回復の宿泊の折は私の家をご利用ください。
よろしくお願いいたします、勇者様。非力な女王で申し訳ありません。